ロップ2個目、ドロップ2個目でパンク。ほうほう、はい、おはようございます、タチアニです。今日はいつものキャンピングカータチアニんちのトムさんの前からお届けしております。今日はね、タチアニウィングヒルズ白鳥リゾート岐阜県に来ております。おはようございます。はい、お願いします。はい、ウィングヒルズがねゴンドラではなくてリフトのみの営業になったので、こちらから今上がってきてます。で、真ん中のね、あのレストランのちょっと上ぐらいのところから上級コースになってるんですけど、その上級コースもねモデファイされて新しいコースになっているということなので、今日はそこを走りに来ました。その1本目です、ね、1本目だからちょっとまあどうなってんだかよくわかんないんでドキドキしながら行ってるわけなんですけど、とりあえず合流するところまで進んでみますね。ここが大会コースね。あ、ここもだいぶでも綺麗になってますね。まあゆっくり行ってください、はい、まずは1本ちょっと見てきます。さあ、ということで上級ライン、もう5番子になってる。で、6、あ、これ結構ハードだ。よく、で、こう、ここはまだ、ここはあんまり変わらんな。はいはい、どんどん1本目だよ、1本目入るっていうね。はい、クラフトガタガタくと雨降らないといいとこなんだけどね。で、おお、あそこから右に入るわけね。右ね、で、左に下がれて、おお、結構滑る。おっと、あ、ホテル滑るぞ。で、ドロップね。どれぐらいのドロップなのかな、このペースでいけんのかな。ドロップ、ドロップ2個で、パンク、ほうほう、ほうほう、で、どれがジャンプだっけ。これか、これがジャンプね。はい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 、ほうほう、行こうかね。あ、楽しくないこれ、いい感じじゃない。はい、というわけでね、1本目走ってきました。最後のキャニオンジャンプ、ちょっとまだなかなか踏み切るには勇気がいるかなって感じなんですけどね。まあでもなんとか今日中に1本飛んどいて、何、自信つける感じになるといいですけどね。いい流れになるといいんですけど、まあ、来週ダウンヒルシリーズなのでね、来週は攻略しないといけないでしょうから、まあ、今日のうちになんとか飛んどいて、まあ、ちょうどねもう本当ぐるぐる回れる感じでね、リフト乗って1周15分ぐらい20分ぐらいな感じなんですよ。20分かかってないと思うな。なんでこれ結構な練習できると思います。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こういうチャレンジどんどん YouTube にアップしていきますので、できればチャンネル登録をしていただいて、次のビデオも楽しみにしててください。タチアニでした。失礼します。